はい、皆さんこんにちは。本日の動画は10月1日発売のユニクロ×セオリーのアイテムでいろいろとコーディネートを組んでみたので、今日はねそちらをご覧ください。まずはアイテムのご紹介からさせていただければと思うんですけども、でこちらがまずストレッチシャツジャケットのブラック XXL サイズになります。こちらは10月1日の当日にオンラインで購入をしたもので、サイズとしては一番大きいサイズになってます。で僕は身長178cm、 62kg なんですけども、サイズ感としてはね若干袖の長さがやっぱり短いかなっていう風に感じました。まあ、ただ全然着れないサイズ感ではないので、これはこれでいいのかなと思ってます。で横に一応紐がついていて、こちらを絞ると形を変えることができます。ちょっと丸みを帯びたシルエットになりますね。でサイドにはポケットもついているので、ちょっとコーチジャケット風ではないですけど もうそういった着方もできます。はい、お次はウルトラストレッチドライスウェットプルオーバーになります。こちらもオンライン限定の XXL サイズを購入してみました。サイズ感もね、こちらも同様若干袖丈が短いかなと個人的には思ってます。 XXL サイズなのでもう少し袖の長さ長いのかなと思ってたんですけども、ちょっと思ったより短かったですね。はい、はい、でこちらは前回の動画でご紹介をさせていただいたストレッチパンツになります。はい、じゃあルック1から見ていければなと思うんですけども、こちらは先ほどのストレッチシャツジャケットにインナーにエアリズムコットンオーバーサイズ T シャツで、パンツが今季の N ハリウッドのスラックスですね。はい、でシューズがロイドフットウェアの革靴を合わせていて、少しきれいめ要素でまとめてみました。はい、まあ、色味をちょっとモノトーンに統一して、まあこれはシンプルでいいんじゃないですかね。はい、はい、お次がルック2になるんですけども、こちらは先ほどのコーディネートにウルトラストレッチドライスウェットプルオーバーを重ね着したものになってます。で、まあ、スウェットがねかなりスポーティーな印象なので、足元をナイキのベイパーマックスに変えて、若干ちょっとスポーツミックスではないですけども、そんな感じでまとめてみました。はい、お次がルック3になるんですけども、こちらは先ほどのパンツをユニクロの感動パンツに変えたものになってますね。で足元はアシックスのスニーカーに変えてるんですけども、もう完全オールブラック で細身のパンツが好きな方とかはこういう合わせ方をしてもいいんじゃないですかね。はい、お次がルック4になるんですけども、こちらはユニクロの感動セットアップですね。感動ジャケットと感動パンツにストレッチシャツジャケットを合わせたコーディネートになってます。このコーディネートで足元を革靴にしてしまうと、まあ、結構決まりすぎてしまうかなと思ったので、まあ、ちょっとこちらもスニーカーで若干外しを入れてます。
はい、お次がルック5になるんですけども、こちらはセットアップで着たものになりますね。ストレッチシャツジャケットとストレッチパンツで、まあ本当に上下セットアップで着ているコーディネートになってます。はい、まあ、この合わせは本当に間違いないのかなとは思ってまして、まあ、こんな感じでシャツジャケットの裾をちょっと絞ることで、まあ、形も変わるのでかなり面白いかなと思ってます。これは結構かっこいいなと思いました。はい、お次がルック6になるんですけども、こちらはウルトラストレッチドライスウェットプルオーバーにストレッチパンツを合わせたコーディネートになってます。まあ、こちらはちょっと足元革靴で、あとはサングラスとかもかけたりしてちょっと綺麗めにまとめてみました。はい、お次はですね、ちょっと番外編になるんですけども、ウルトラストレッチドライスウェットプルオーバーにユニクロのインラインで売っているドライスウェットパンツを合わせてます。上下これはまあ素材が全く一緒なので、まあこういった形のセットアップで着ることも可能ですね。はい、なので僕はジムに行くときにおそらくこの格好をするかなと思います。はい、最後なんですけども、こちらはダイワピア39のセットアップに今回のストレッチシャツジャケットを合わせたコーディネートになってます。で、素材感的にねかなり似ているアイテム同士になるので、すごいね合わせてみて相性がいいなというふうに感じました。まあ、こんな感じでね、ジャケットを合わせていただいてもね非常にいいかなと思ったので、これは結構気に入ってます。はい、というわけで今回はこんな感じで8コーデまとめさせていただいたんですけども、まあ一部ねユニクロのアイテムじゃないものも出てきたかなと思うんですけども、まあこんな合わせ方もあるよっていう形で少しでもね参考にしていただければなと思います。はい、それではね、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。